よ、前です。久々の3連弾よということで、ちょっと謎科学で申し訳ないんですけど、今日はですね、シーンの雑貨購入品紹介。今ですね、お部屋の改造をしておりまして、もうずっとさ、引っ越し直後ぐらいから、部屋の中を可愛くしたい、可愛くしたい、可愛くしたいって言いかけて、今、まあ、シェアハウスに引っ越してさ、自分がそのシェアハウスになれるかどうかもわからへんかったから、料亭部屋 DIY してめっちゃお金かけて可愛くしても、合わんくて引っ越します、みたいな感じになったらさ、みたいな、ちょっと嫌やんって思ってたから、まあ慣れるまではちょっと置いとこうかと思って、まあ早9ヶ月って感じなんですけど、カーテンも変えたりみたいな感じで今いろいろしてるので、雑貨、まあインテリアとかも含めてめちゃくちゃ可愛いやつ見つけたから買ってみました。見て、全然話変わんねんけどさ、ででん、観葉植物を買ったんですよ。めちゃくちゃちっちゃいねんけど、またこれめっちゃでかく成長してくれるらしくて、うまく育てたらちょっと育ててみようと思って、最近な、何かを育てたいねん。最初はまあ、豆苗からちょっと母性に働きかけようということで豆苗を育ててたんですけど、豆苗も飽きちゃって植物行ってみようと思って、もう豆苗をクリアしたので植物です。次は観葉植物を買ってみました。これ1年後とかに成長してるのめっちゃ楽しみなので、見守ってください、みんな一緒に。はい、これはまあ全然シーンじゃないです、楽天です、ごめんなさい、すいませんでした。ちなみにこれもシーンで購入したニットです。この前の動画で紹介したやつ、めっちゃ可愛くない？順番に行きますね。まず1点目こちら。1個 1000ml ポータブル水筒、モダンプラスチッククリアスポーツウォーターボトル用アウトドア。こちら570円でした。冬の感謝祭みたいな今してて、20% オフなんで実際500円ぐらいだったんですけど、ここがゴールドになってて、こうやって時間が書いてます。朝の8時から始まって、9、10、11、12、13、14、15、16、まあばーって時間が書いてあるんですけど、1日これをかけるにして、この時間通りに進めていけば、1日2リットルはしっかり飲めますよっていう商品なんですけど、こういうの持ってなかったから、もう今までさ、2リットルのペットボトルを家の中常に持ち歩いてグイグイグイみたいな飲んでたから、ちょっとおしゃれに行きようっていう、さすがにアラサーやし、しかも最近ちょっと外に出ることが多くなったので、ちょっとこういうペットボトルとかね持ち歩こうかなと思って買いました。あまりにも外で水を買いすぎてるから、私節約にもなるなと思って買った。なんか安いのってさ、飲み口結構ガサガサしてたりするんですけど、私は大丈夫そうですね、普通のプラスチック、匂いも大丈夫。なんかちょっと高見えじゃない？めっちゃいいなと思って今回購入しましたね。はい、どんどん行こう。次、こちら。ウエストトリマーワークアウトスウェットウエストバンド。605円のものでございます。コルセット今回初めて買ってみました。ちょっとダイエット中やから、ちょっと一回買ってみようかな、みたいな。軽いノリで買っちゃった。え、この上からするってこと？え、待って、もうしんどいねんけど。なんか一応3段階で選べるようになってます。私初めてなんで。一番きつくやってみよう。こんな感じになりました、コルセット。きつー。確かにこのままずっと折ったら常にこう閉まってるから、そんな爆食みたいなのあんまできひんかも。浴衣？着物の緩いやつ着てるみたいな。着物とか着てたらさ、ちょっと帯でさ、しんどくてさ、なかなかあんま食べられへんやんか。マジあれの緩い感じ。でも何がいいって、結構姿勢が正しくなるかも。それが一番いいかもしれん。私 S サイズを買ったんですけど、思ったよりそんなむっちゃきつい。とかじゃない。大丈夫。次は、こちら。ポリエステルプラッシュリストバンド2個、キュートなソリッドカラーの伸縮性防水リストバンド。投げー。マジシーンのさ、タイトルコールっていうの。商品名長ない。これはここにするリストバンドなんですけど、これなんかっていうと、顔洗う時のここつけるやつ。朝さ、歯磨きとかさ、顔洗う時とかにさ、こうやってやるやんか。びしょびしょなら床とか、こっからツーって垂れたりとかしてさ、床びしょびしょになったりするやんか。それを解消します、こちら。これ友達が使ってて、私も貸してもらったらめちゃくちゃ良くて、これしかも251円、今 20% オフやから150円ぐらいで買えんねやんか。おもろーと思って、まあ顔洗う時にこうやってやって、化粧する時とかちょっとこのリストバンドって髪の毛こう結んじゃったりとかして、こう化粧とかしてみたいな、めっちゃいいんよこれ、おすすめ。まあそれだけです。はい、次行きましょう。次はこちらですね。でねってねー、シャキーン。3D スマート常夜灯ホームシンプル電子式時計1個、ホワイトワンサイズの1070円。はい、こんな感じです。めっちゃ可愛くない？これ、後ろに、この丸っこい電池、ここに電池か、もしくは付属のこの線での充電とかになるんかな。よいしょ。おっ、よいしょ。着きました。これで時間を設定していきたいと思います。ガチ意味わかんねえ。はい、設定できました。ちょっとめんどくさかったけど、無事。
できました。やっぱり24時間表記にしました。これ台もあったんでちょっとおしゃれちゃう。これも一緒にとかつけたらちょっと微妙かめっちゃいいやん。これさ、なんか壁にかけたりとかしても可愛いよな。はい、次1個、壁掛け式収納ラック、木製ボード、壁収納シェルフ用、家族用、ホワイトの M サイズと S サイズ、 S サイズと M サイズを購入しました。壁に引っ掛ける用のやつと押しピン、シールもある。マジ DIY。 ちなみにこの板ちょこちょこよく見るとこういうね傷が入ってるところとかあるので、そういうの気にめっちゃ気になるみたいな人はあんまりおすすめはせえへんかも。ただ私は物置いたりとかしたら全く気にならんと思うから、全然こういうの気にせえへんやんかだから全然 OK です。まあその裏表見て綺麗な方をこっちになるようにして、両方に穴があるので入れていきます。シールで貼るか、こういうなんか押しピンみたいなやつで貼るか選べるんですけど、私は今回押しピンで貼りたいと思います。物件によってはちょっと押しピンもちょっと NG みたいな物件があると思うので、これは大家さんとかによう確認だと思うんですけど、私は押しピンでいきたいと思います。これ周りの4個もさせて合計5つさせるようになってるんですけど、1個でも耐久性結構あったので私は1個だけにしました。物置いたらこんな感じです。まだちょっと何置くか決まってないから適当にその辺のもの置いただけなんですけど最高です。次、コードレステーブルランプ1個、ポータブルレッドデスクランプ、アルミニウム製のモダンな充電式ナイトスタンドランプ。僕分かりません、このなんかスタンドランプを買いました。え、なんか電気ついてる。早っ、もう電気ついてます。じゃあこうやって机の上とかに置いて、これで、うわー、すげえ。なんか普通に買ったらさ、マジで数万円しそうなやつがこれ3000円で買いました。ましてや 20% オフとかやからさ、2500円ぐらいで買えた。やばない。私さ、結構部屋の中はシルバーとホワイト目のやつで統一させてるので、今回シルバーを購入したんですけど、他にもブラックとゴールドがありました。めっちゃ可愛い。ほんまにおすすめこれ。で、これ充電式ですね。めっちゃおしゃれなりそうこれ。これも夜ライトつけたら、明るい。こんな感じです。こっちの方がいいかな。で、もう一個したら明るくなる。はい、こんな感じでした。めちゃくちゃ可愛い。で、次ランプつながりでこちら買いました。シルバーの3749円で購入しました。これ 25% オフになってて2812円で今なら買えます。めっちゃ可愛いねんこれ。全部でこの5種類あるねんけど、この子たちの5種類買えるんですけど、私はミスターワット、この座ってるやつを買いました。え、めっちゃ可愛くない？やばない？これどうやってランプつくんやろ。それわからん。あ、ついた。ここ押せばいけますね。こうしたらライトがいろいろ変わります。最低3種類ぐらい集めたいねんな。これ1個でも可愛いのにさ、こうやって並んでたらさ、めちゃくちゃ可愛くない？楽しみ。ということで、まず1個ゲットしました。1匹うわ、なんかめっちゃいい感じ。フルライトつけたらこんな感じでした。続きまして、こちらコスメの収納ボックスも今回購入しました。767円のワンサイズですね。引き出しが2つあって、こんな感じの大容量のやつ。だんだん増えてってさ、もうどこに収納すればいいかもう分からなくなってたから、とりあえず収納ボックスが欲しくて今回買いました。見て、結構入ったくない？もう私の一軍のメイク用品たちです。ヘアケアのやつとかも入ってるんですけど、ここは長い棒状のやつ外せるんで、全然こうガシャガシャできるからめっちゃいい。上はリップですね。一軍のリップを入れてます。はい、こんな感じで意外とめちゃくちゃ入りました。もうこれさえあれば私のメイクは完成っていう道具がね、まるっとあります。続きまして、こちらパンツフリー電源タップホルダー1個、198円。こんな感じでタコ足配線みたいなのをこう壁にかけられるみたいなやつ。これすごない？わかりにくいと思うから、ちょっと私も後で貼ってみたいと思います。あ、もうタコ足配線あっちこっちあっちこっち行ってさ、もう大変やったから、私の部屋絶対欲しいと思ってまず最初に入れました。まずそれぞれ後ろにこのシールをつけます。で、この1個をこのタコ足配線の後ろに貼る。で、もう1個を壁に貼りました。こことここをこうできたー。もうちょっと内側が良かったか。あ、ミスった。いけるか。あ、大丈夫や。この辺がいいな。あんま見えへんところがいいですね。え、これめちゃくちゃ良くない？なんか勉強机の下とかベッドの裏とか、なんかそれぞれ応用もたくさんできそうやからめっちゃいい。続いてラスト、アロマテラピーワックスメルティングランプでございますね。2565円のホワイトを今回購入しました。これブラックもあるんですけど、私はホワイトを購入しました。
その部屋的に。え、めっちゃ可愛くない？ここにキャンドルとか置いて、こう温めてくれるっていうやつやねんけど、こういうランプで、ここにキャンドルを置いて、コンセント挿して、じわ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 って。するキャンドルも奥にしまったりとかして、なんかもったいないなと思って、インテリアに使いたいなと思ってて、ただ置くだけやったらちょっとあれやなと思ってた時に見つけて、これめっちゃ形も可愛いやん。インテリアとして、あと癒しの時間を過ごすためにも注文しました。めっちゃ可愛い。ちょっとしまったはずのイソップのキャンドルがないんで、一旦その辺に置いてあるやつ置きました。点灯式行きたいと思います。スイッチオン。おー、あ、これで強さを調節するってことか。すごい、熱いんかな。あ、あったかい。すごい。はい、エモい。これでキャンドル生活を楽しみたいと思います。はい、ということで以上11点購入品紹介でした。いかがでしたでしょうか。めっちゃ可愛くない？めちゃくちゃ可愛い雑貨とかインテリアとか買えたので、ちょっとずつね、部屋の DIY も楽しんでいきたいと思います。みんなもなんかおすすめの雑貨とかあったら、ぜひコメント欄に教えて、絶対チェックするから。シーンの買い物してたらマジもう何時間でも経つくない？あっという間やってんけど、今回も溶ける時間が。これからもいろんなインテリアとか買って QOL を爆上げしていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。え、どう？やばない？こんな安くで買えるんですか？インスタのリールとか、YouTube とかでもなんですけど、ちょっとずつ部屋の変化を報告していければなと思うので、楽しみにしててください。また次の動画でね、バイバーイ。